こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。サッカークラブビジネスシミュレーション。で、ちょっと一旦始めていきましょう。今回は、6位、高知スマートスですね。疲れある分、まあまあ強い。特にゴールキーパー、久富。こいつが強い。前年、L2 の選手です。チームですが、宇田は気持ちです。本当に強いと思う。そんなに強くないんです。キーパーがとにかく強い。さあ、チャンスをいただきました。コーナーキックです。もう2点目、うまいよ。1点が入っていきますね。さあ、追っかけていきます。もうヘリカがあっさり取ってしまいました。ファールじゃない。おっと、逆サイド、うまい。ていきますね。走力は上回ってんのかな。が、このパスは丁寧にしないとね。痛がってます。さあ、ピンチです。おー、さあ、これでコーナーキックになった。ショートコーナー、おーっと、1点返された。やりに決められました。
わずか。チャンス、エリカ、3点目。すごい、前半だけで。前半だけで3点。再び、突き放します。前半終了。待ってないですね。本当スタミナが良くなった。このまま行きましょう。チャンス4点目、クルミ。いいですね、一気に引き離してますね。すごい攻撃力。決まりかな、フラグかな。まあ30分なんで、まあ追いつけないだろうな。思いを決まっていきます。さあここで選手交代です。さあどうするか。はい、ここはジョードローイ、中盤の選手ですね。クラリスかな、その人は。あとはクラリス、交代。あとは防御ですね。防御を強化。クナ、ナナミ。かな。これで交代枠を使い切りました。しっかり。リフレッシュしていきます。ここはしっかり決めてくれ。いいですね、エリカ。いけません、ファールです。残り時間があまりない。優勢のまま試合が進みます。ちょっと痛めてますね。勝ちました。いきなり3分、人気がロングパス。ここにエリカが待っていました。起用されたエリカ、答えるかのようにシュートを決めてくれました。そしてですね、これはちょっと無理があって、コーナーキックになりまして、そのコーナーキックを彩香のヘッディング、後ろに詰めてましたからね、彩香が。そして相手もコーナーキックになって、
てフェアリーミが追撃を点を決めてしまいます。ショートコーナーからフェアリーミ、さあもうすぐ また突き放します。エリカ2点目、人気が上げましてエリカ後半18分です。これが4点目、マドカが、このマドカのリターン早い、それ対応したくるみの見事でした。しっかり決めてくれました。これ危なかったですね、入ったかと思いました。エリカは点が入らずに試合終了ですね。56% もボール支配率があります。シュート本数も圧倒的、期待を結構いただきましたね。4対1で勝利です。首位をキープ、2位にはですね、瞑想で那覇が続いております。19戦目、フォルティーヌ浜松、こちらもディフェンダーが強いですね。ポジションで見ていきましょうね。本丸か、本丸が強いんだけど、それより防御勢ですね。この防御勢の強さ、打ち破れるかな。我がクラーカリバーズですが、1対4、こちらフォルティーヌ側からを1対4なので4対1で勝ってますね。前回は打ち破ってますが、さて本丸は13ゴールを決めております。まあ、ほぼ本丸が頼りっていう感じはありますね。ということで、次のフォルティーヌ浜松戦、見事勝つことができるかどうか。このまま首位のままですね、ジャパンカップに入りたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。そしてツイッターのフォローしていただければと思います。説明欄にはですね、このハルチョビッターのプレイリストの URL も記載しています。過去の動画がここで見れますので、ぜひ見てください。この動画最後の20秒で考えてもらうかプレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。カルチャビットはお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。